え皆さんこんにちは。えー、今日はですね、世界的にバットマンの日ということで、今日ここではですね、その一環としまして、忍者バットマンのショーの公開直前の記念トークをしたいと思います。えー、今日は本当にこの記者発表にお集まりいただき本当にありがとうございます。えー、私あの今日の司会進行を務めます、えー、杉山スピアタカと申します。今日は本当によろしくお願いいたします。いやー本当にねあのあどうもありがとうございます。 あの本当にバットマンの日ということで日本からねこの忍者バットマン・ザ・ショーの,あのこの公演のアナウンスをできるというのは本当に嬉しいことなんですけども今日は本当にてんこ盛りですしあとで素晴らしいゲストが来ますんで皆さん楽しみにしていただきたいと思います,それですねまずですねあの忍者バットマン・ザ・ショーについてなんですけどもえと一応、公演日程のお話をしたいと思いますえと先ほど c 援にもありましたけどえとじゃスライドの方お願いできますかえ11月6日よりえ11月30日にえ公開決定しました。 そしてあのここのですねあの池袋のシアターミクさんにおいて、えー、上映いたします上演いたしますで今日の三時から、えー、チケットが、えー、発発売になりますで E プラスローソンチケットカンフェティラクテ,ィティンチケットそれからチケットペイなどで受付中でございますでチケットはですねたくさんの書類がございましてはいお願いいたします。 えとですね、まずグッズ付きのプレミアシートチケットということですねあの忍者のくのいとかそういうのがもうコレクターズアイテムの、ね、こういった忍者グッズが付いているチケットとかそれから臨場感たっぷり楽しめる S 席ということで、まあ、今回、あの e s h o w なのでこうやってたっぷり、ね、あの臨場感あふれる舞台を見ていただけると思いうのもありますそれからあのショー全体が見えるステージ秒チケットあの本当に今回スペクタクルなス,あのステージなのでこう全体をね見渡せるような、えー ステーージビューチケットになりますそれからですねあの気楽に楽しめるスタンドチケットということで、まあ、こういったね少しリーズナブルプライスのチケットも用意しております、まあ、今回ですね本当にあのリピートしたくなるようなあのショーなので、えー、皆さんねこういろんなあのチケットを買って、えー、と忍者バットマンザショーを楽しんでいただければと思いますそしてですね、えー、と今日ここではですねあのなんと本邦初公開ということは全世界初公開になります えー、キービジュアルの方ができましたので、それをご覧いただきたいと思います。お、これですね。あの素晴らしいあのキービジュアルで、これが本当に今回初公開ということになります。もう本当にねワクワクするようなあの忍者バットマンザショーでございます。 あの本当に今回は、ねまあ、あのコロナとかあって公演が何度も延期して、まあ、やっとあの今回、公演ができるということで本当に、えー、スタッフ一同楽しみにしておりますので、えー、見ていいいたただきたいと思います、まあ、本当に今回はあのー、素晴らしいあのコンテンツなんですけどもやはり今回はザ「t h s h o w ということであのライブですから。 やはりですねこのショーの魅力というのは演者の皆さんの魅力にかかっていると思いますということで,ですね今日はですねあの忍者バットマンショーはあのいろいろな何公演かに分かれているんですけど夜チームというのがございまして夜チームの方からこのショーを代表して素敵な4人の皆様支援の皆様に来ていただいておりますそれではですね早速ご紹介したいと思いますえ夜チームよりバットマン役の滝川光大さん それからですね、えー、この後はジョーカー役のナダギタさん、そしてキャットウーマン役のアノさおりさん、そしてハーレークイン役の室戸瑞希さんに今日来ていただいてます。それではご登壇願いたいと思います。皆さんアクセルどうぞ。 素晴らしいですよね。もうちょっと見ていただきたいと思います。はい。というところでじゃあそれぞれ一言ずつご挨拶いただければと思います。それではですねまず最初にバットマン役の滝川康大さんの方からよろしくお願いいたします。はい。夜チームバットマンを演じます滝川康大です。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。 そしたら、その宿敵ジョーカーを演じます。なだきたけしさんです。どうも。ええー、夜チーム、ジョーカー役のなだきたけしです。よろしくお願いします。それからですね、えー。バットマンを助けるのか裏切るのかよくわかりませんけど、キャットウーマン役のあのさおりさんです。キャット、ウあ、ン役のあのさおりです。よろしくお願いいたします。そして、ジョーカーといえば、ハーレークイーンということで、ハーレークイーンやるの室田瑞希さんです。 ジョルチームハーレーん役を演じます室田水希ですよろしくお願いします。じゃあそれぞれあのもう座っていただいて結構でございます。はい、あの本当に特にバットマンはね座っていただかないと大変な装備なので、<laughs> でね、ちょっとさっき感心したんですけどこの座ってる格好もこう武将っぽくてですねかっこいいなってさっきちょっと控え室で思っててもう本当に素晴らしいあのバットマンだと思うんですけどもあのもう。 このキャラクターたちがですね、舞台で生で見れるというだけで、あの料金分の元が取れるようなすごいね、<laughs> あのステージになってるかと思うんですけども、今日はあれですよね、あの衣装を着てこう皆さんソロの初めて初めですね。じゃあちょっとちょっと感想なんかを聞きたいと思うんですけども、じゃああの渡さんからはい。 そうですね、私、なだぎさんとも、今日初めて。あ、そうですね、初対面ですよね。初対面です、皆様。はい、全員はい、初めまして。ジョ、ジョーカーとハーレーなのに。そうなんですよーカーなので、ハーレーちゃんのプリンやのに、初めてですね。それで、さっきお互い楽屋で、もあの盛り上がっちゃんですね。そうなんですよね。全然話してなかったので。はい、どうですか。今後の、あの。 お稽古がすごい楽しみだなーっていうのも感じますし、はいええ、どん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 絡みを増やしていって、ええ、演技の方も楽しくできたらなと思ってます。はい、どうですかこのコスチューム着てみた感想は？すごいこれあのなんか皆さんが想像しているハーレークイーンの衣装は、はい、多分あのな何色だ？<の>赤と青っていうんですか？はい 多分皆さん想像している方が多いと思うんですけど忍者バットマンになってくるとこういうみんなちょっと和風な感じに変わってる衣装なのでなんか初めて見たとき不思議な気持ちになりましたあハーレーこういう感じもあるんだっていうふうによく似合ってらっしゃるし本当にハーレーそのものな <laughs> 本当に、ね、ハーレーがいたらこんな感じじゃないかなっていう感じですごく似合ってますけどありがとうございます。じゃあ七木さんどうですか、はい、こののジョーカーカ そうです、ねうん、あのー、こう改めてフル装備をした時に、はい、ちょっと待てよこれでいろいろ盾とかせなあかんねやな <laughs> って考えたら、はいあのー、ちょっとこの先恐ろしくなってきました、えー、そうですね。<laughs> えー、でもあの時期が11月でよかったですねこれ夏やったらもう始まってから10分ぐらいで倒れてると思いますね本当にうん<か>に <laughs> でもねあのー。 この衣装ででね、ね、はい、ねね、舞台を、ね、暴れ回るという、ね、そうそす,、ねですね、どういう内容になるのかとかっていうのはまだ全然僕分かってないんですけどあのー、なんか事前にちょろっと稽古してたメンバーと全くできてないメンバーがいて僕、はい、全くでできてない側だったんですよ、ええ、先ほど浩大君に「ジョーカーってどういうことやるの?」って言ったら「すっげえ高いとこから飛び降りますよ」って言われて <laughs> <laughs> え「えそんなことすんな!」みたいなことで今どんなことやらされるんねやろうと思ってドキドキしてますね。でもあの <laughs> 「あの忍者バトマンザショー」と言いますけどまあショーと言ってますけど1時間半ぐらいねなんか時間聞いたら1時間半ぐらい僕1時間ちょっとぐらいのものかなと思ってたらがっちりやんねえなと思って。 ちょっと何とか何とかしてでももうちょっと時間巻いていこうと思ってますね。あのね原作とかアニメご覧になった方はわかりますけどこの世にはほぼ出ずっぱりなので多分相当いろんなことをすると思います。するみたいですね。どうやらあと四チームということで多分それぞれの色が出せるんじゃないかっていう。そうやね。あそうですね。それぞれのそのちょっと演出を変えてそのチームの色が出るようなことにねしても。 もらって、ね、だから、夜チームは、まあ、芸人が一人入ってるので。<laughs> <laughs> なんとか、後半はコン、こん、本当よりにできないんだなと<で>。ええ、私は思っております。で、高さんのコスチュームなんですけど、はい、まあ、今までね、テニスラケット持っていることが多かったのに。今回、ワットラックとか持つわけですけど、どうですか、とも、ね。いや、やっぱり、僕自身、全然筋肉ないんですけど。いや,いや、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 いや。この衣装を着ると、誰でも、もう。 倒せるんじゃないかという気持ちにさせていただきますね。もう圧迫感がすごいです。この胸板の。もともと胸板が熱いのに、さらにね、それつけて。熱くなってるもんね。これで、あのアクションするかというと、思うと。凄まじく緊張しております。はい、だからどうにかして時間前で頑張りましょう。なんとかし。でもね、あのバットマンって、顔を隠すんで、僕あの、映画とか見てると思うんですけど、やっぱり。 口元と目で魅力が伝えるかどうか大事だと思っててさっきすごいかっこいいなと思っててあの本当にあのね素直もすごいかあのっこいいんですけどこうマスクつけた時にすごい決まってるんで多分それで選ばれたんじゃないかなと思うぐらいドアップでお願いしますそうそう本当にね口元と目でドアップねあのバットマン似合う夜チームらしさを夜チームらしさをね 今日から。多分こういう掛け合いがね、1時間半使う。そうですね。こういうドタバタな掛け合いをしていくという形ですね。なんとかしていきたいですね。アノンはい、今回キャットウーマンということで、どうですかコスチューム着てみて。ちょっと私さっき、あのコール系ホールで一戦終えてきたんですね。そう、昼間に試合してきて。試合してきて、本当に会見するってすごいな。 キャットウマンにはなってるんですけどいやーまさか自分がすぐそんなふうにキャットウマンになるだなんて想像もしてなかったですし <laughs>、えー、今日皆さんと出会えてやっぱいいですねなんか気合い入りますね,ね<ー>かっこいいなと思います。ね、はいあのどうですかやっぱりプロレスとかやってて、まあね、アクションとかそういう格闘シーンとかはもう慣れてるものじゃないかと思うんですけど、はい、いかがですかでもやっっっぱりちょっとまた違ううなっていうのが ございますので、えー、安全にアクションを激しく見せていきたいなって思いますね。<laughs> なるほどですね。えー、そうですか。で、あの今ちょっとね、七木さんはあのねこれからジョーカーなんでプ、はい、ラスであの舞台稽古に入られると思うものなんですけど、はい、け舞台稽古のちょっと様子とかなんかどうですか。うん、じゃあ竹川さんからどどんな感じでした。そうですね。本当に今楽屋でなだきさんと少し話させていただいたんですけど、えー、もう。 この内容を名だきさんが知ってないっていうことが衝撃すぎてそんなことをいろいろやらされんのっていうもう本当に映像を見ていただきたいですね一刻も早くあそうで会社の人間に電話をしたら会社にも届いてないって言ってたから一体どこにあんでんっていう今状況です私はだから不安しかないですね やっぱりなんか自分たち含めやっぱりコウモリシの方々がやっぱり本当に素晴らしい人たちなので脇を固めてくれるのねもうコウモリシあってのショーっていう魅力がそこが一番かなと思ってます、うんうん、はい。そうですねはい あのさんはどうですか、<う>あのプロレスの合間に練習とか出てられてて。うん、どっちが大変でしたで<も>みたいな。で私の前の稽古の時、ちょっと腰の骨三本折ってて。<ー>でも、今は大丈夫なんですけど、でも、見てて、すごい。やっぱ、どのチームもそれぞれ色ありますし。えー、かっこよかったです。本当にもう。素直にかっこいいなって思えて、最後はちょっと。熱いものを感じる。そんな作品になってるなって思いましたね。えー、はい。 さんどうですかそうでですすかそね、私、えー、あのジョーカー役の野田木さんがいなかったとき代わりに、はい、あの他のチームの夜、えー、チームじゃないチームの人が、えー、あのと一緒に稽古したりしてたんですけど結構ハードなことをしてるんですね、<laughs> 2>, あの2人で飛んだりするシーンがあったりとか。えー それを奈良木さんと一緒にやるのかと思ったらちょっと緊張してきちゃってとりあえず早く会って、あのー、打ち解けたたいいなって思いました<ー>、うん、一応、うん、こ,ここ二人がカップルじゃないですかなのであの、打ち解けないと、うん、こんな近い距離で一緒になんかカップルを演じることをあーっと思ってすごい恥ずかしくなっちゃって、私。<や> <laughs> どんんなことすんの <laughs> 一体 なんか一シーンでは、うん、あの一緒にこう抱き合いながら飛ぶみたいなシーンもあったりするんですね。うん、飛ぶんです。はい、ねあ。あんまり詳しくは言えないんですけど結局飛ぶんやな。はい、そうなんですよ。<ー>すでもこの夜チームだけは、うん、多分抱き。うん あった後にハあレだけ飛んで名崎さんは分袖の階段から降りてそれいいね多分そういう形に年齢的に演出はこうなりましたみたいないや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 でもとかそういうふうにしていきたいないやでも名波さんどうですかなんか皆さん聞いてると飛んだりとか親密なシーンがあったりとか結構すごい舞台になりそうですよ。いやそうですねなんか こ高大君に聞いたらとにかくもう酸欠状態になると、もう酸素が足りなくなりますよみたいなこと。ジョーカーやか特に見ててすごかった。あそうなの。体力すごいなと思いました。それは俺じゃないジョーカーやったからよ。俺がジョーカーの場合は体力すごいなになれへんから。なんとかそこをね、なんか途中で自転車用意してもらうとか無理かな。自転車で登場するとか無理。大それ。あの城の上から自転車で登場するとか。 いやでもねナダギさんといえばねあの世界的なイベントにね出てた方なんでまあそれにねそれがこなせたらまあそれより大変な状態いやいやこっちの方が大変やと思いますね話聞いてたらでもあのちょっとこれあの皆さん聞きたいですけど今回あの舞台忍者バットマンではなくて忍者バットマンズショーってついてるわけですよねショーということはなんかやっぱり普通の舞台となんか違ったりするんですかなんか こうなんか言えることがあれば、うん、どうのどうなんですかね。まあやっぱりお子様から大人まで本当に見ていて多分楽しめたりなんか。なるほど。 多分ドキドキワクワクさせるショーになっていると思いますね。それはいいかもしれないですね。確かにねこういう、ね、こんな派手な素晴らしいキャラクターたちが出てきてねうん、うん、なんか飛んだりはんだりしたら子供に上層教育にとってもいいんではないかなと思います結構戦うシーンとかも曲に合わせてショーっていうだけあって、えー、曲に合わせて結構戦ってたりするので、えーはい、見ていて本当に楽しめるんじゃないかなって思いますすごいですね。はい、これは本当にあの楽しみでですねで あととちょっと僕があのこのね夜チーム見てあのす,ごいすごいキャスティングだなと思ったらまあどちらもちろん「これーシってバットマン好きとかアメコミ好きが出ると見ると思うんですけどまあプロレスファンも見るだろうし店員ファンも見るだろうしアンジュロンさんのファンもいるだろうしあのねお笑いの好きな方も見るだろうしっていうことでちょっと幅広くいろんな人が見るキャスティングになってるなって思いますね。 まさに本当に才能のねコラボレーションな感じがします、ねうんうん、それぞれの色が出れたらいいよね出していきたいですねこれ皆さん初顔合わせですかもちろんああのあそうですそうなるほどねすいません 今日初顔合わせですね。はい、はい、ということでですね。まあ、ちょっと私の方からはあのこんな感じ。でもう、とにかくすごい賞になるなってことだけはよく分かったんですけども。今日本当にたくさんのプレスの方来ていただいてるんで、ちょっとプレスの方からですね。ちょっといくつかあの質問を受けたいと思うんですけども、えー、っと挙手お願いします。それでちょっとこういう時期なので、あのマイクをお渡しできないので、そこで行っていただいて私が復唱する形を取りたいと思いますので、ね、じゃあどなたかご質問のある方はいらっしゃいますか？よろしお願いします。 なんだったか、いらっしゃいますかね。あ、はい、じゃ、あよろしくお願いします。はい、ななぎさんに。はい。衣装。衣装、あの、ななぎさんにはメ込み好きとして、この衣装の完成度。について、あの、お聞きしたいそうです。はい。いや、もう、衣装の。完成度は。もう。文句ないぐらいの完成度じゃないですかね。うん もう100%に近いぐらいの完成度や,やと思います。ただこの ね、衣装の完成度に見合ったことが私ができるかなっていうことが今もう不安でしょうがないですけど、あのー、とにかく今はこれ来て、ね、サンディエゴのコミコン行きたいなっていう、はい、<laughs> そういう気持ちでいますね衣装の完成度で言えばさっき高尾さんがすごいこれかっこよくてあの見事バットマンになってるって言ったんですけど、ねうん、高尾さんおっしゃってましたねこれ来たら本当にバットマンいたら戦えないだろうなってっ、ね、いやもうそうですね、うん、本当に。うん なんか強すぎます見た目的にも <laughs> そうですね、はい、そうやんないや本当にこいつにかかっていこうと思えへんもん絶対やられるやんっていう、うん、<laughs> でもあとは僕あのキャットウーマンとねハーレーの衣装もねすごい完成度、はい、どうですか、うん、キャットウーマンの衣装は、うんうん、いやもう暑いですもう全部 なってるんですけど<う>太れないなと思ってっ。<laughs> <laughs> お、ね、あでもまあちょっと前おお腹とか巻いてるんやん。よく見たらチラッと見えたんです、えー。ねちょっとセクシー系で。はい、セクシー出していこうと思います。本当ですね。<laughs> セクシー出していこう。<laughs> <laughs> でもあのねキャットウーマンがセクシー系だとねキュート系はね、うん、ううハーレーちゃ。ーレーちゃそうですねあのこれ本当に。 ここの襟が可愛いんですよいろんなところについてて、えー、足にも、うん、この太ももにもついてて全部がすごい可愛い作りになってるので、えー、すごい嬉しいです個人的には。こういう感じでもう衣装については皆さん大満足ということで本当に完成度が高いと思いますけど <laughs> 他に何かご質問ある方いらっしゃいますかあはいいじゃあよろししくお願いします 今回はそうですね夜チームの皆さんが来てい,ただいてあの4チームあるんですけど今回夜チームなんですけど、はい、夜チームならではの特徴とかって何かあるんでじゃあ座長のバットマンはいかがですかやっぱりなだきさんの力を前面に出していけたらなと思っておりましてやっぱりなだきさんの力あってこその夜チームだと思うのでもう全力で。 自分は頼っていきたいと思っており。ますええー、だって、上から飛ばれへん、踊られへん、歌われへん、三、三 <laughs> 拍子揃ってるけど。<laughs> うん、ええー、でも、なんとか、だから、コメディ寄りにできたらね。そうですねなんか、ファニー系にできたらな。確かに。うん、そうそう、だから、なんか、あの、あの、バトルも、こうね、プロレス技とかも入ったりとかしても面白いよね。確うん、なんか、急に、あの方じゃなくて、テニスラケットも。にね、<laughs> <laughs> お前、それ、ラケットなんじゃねえの、みたいな。 そういうい、ね、個性が持ち味の個性が出たら面白いかなと思ですあのおっしゃる通りであのバットマンって、はい、結局ジョーカーが事件を起こして話が進むのでジョーカーの個性で決まるし、うん、あの映画も、ね、いろんなジョーカーの方が演じることによって、ねうんうん、映画のトーンって変わってくるので、はい、確かにジョーカーごとに。 個性があるかと思うんですけども、うん、まあでもねジョーカーが変わればねハーレーも変わるんでハーレーどうですか？よりチームとしてはそうですね。はい、やっぱあのジョーカーで結構ハーレー変わってくると思うので、えー、ジョーカーについていくしかないなと思いますね <laughs> て。そうですね。<laughs> <や> <laughs> 頑張ろうってう、ね、頑張ろうっていうことですね。はい、まあねこういうところをねあのキャットウーマン的にはいかがですかね？そうです。でも今日さっき本当に初めてお会いしたんですけれども、えー、皆さん四人初めて集まったけど楽しい。 さっきの10分とか喋ってるだけでもそれを見ているお客様にも届けたいなと思いますしそこは名嵜さんが引っ張っていただいておお願願いいししまますすキャットウーマンにはセクシー出していただいて皆さんチームはですねあと他に黒チームというのと闇チームというのと影チームというのがあってそういう4チームがあるんですけどここは夜チームということでなんかすごい名前になってますけどどの公演も。 チーム公演の日とかあってもねそうですね,で,すねでもなんか あの、他のチームの色は、ちょっとまだわかんないですけど、このチームが一番コメディー寄りに <laughs>。このチームが一番コメディーしてるよね、なんやっただから、コメディ寄りに演出も、なあ、の、やっぱり、うん、こっちのチームはしてほしいなみたいな。笑えるチーム。笑えるチームですね。なんかね、なるだけなるといいな。っていういです、ね、ジョーカーはね、特に笑いがね。そうですね。いはい、笑い大事ですから。笑う男ですから。モデルがね。はい。えっ、ー、と、他に何かご質問ありますか。

ちょっとラインが細いんですよね<や>、えー、であの首が細いんですよすごい、うん、だから私この三ヶ月首の筋肉一切使ってないですねなるほどねみるみる首が細くなってよりアニメっぽくなりました <laughs> なるね、うん <laughs> この空の感じが <laughs> はいそういうちょっと頑張りはいたしておりましたね <えっ S 1> でムロムロツナーいかがですか役作りそうですね表情の作り方が、はい、なんだろうあのやっぱりハーレーって悪い感じのニコはいにカッとした笑い方をするじゃないですか、はい、なので撮影をするときに何回かそのニンジャバットマンに出てくるハーレーのあの女の子の役 の表情を何度も見て、ああ、こういう表情かっていうので。やっぱ写真でも伝わるように、表情の作り方を勉強してましたね。はい。ですね。どうですか。あの、あのさん。えっと、とにかくキャットウーマンはアクション。なので、私はもう体感をすごい鍛えてます。今。まだまだこれから鍛えていこうと思う。そもそも体感ね。基本がプロレスラーやから。そうですね。そもそもの体感は、お持ちなんで。 タッカーさんどうですかあのプレーボーイでヒーローでっていうね闇を持ってていろろいありますすけど <laughs> そうですねなんかやっぱり圧倒的な存在感を出していかないと本当にバットマンになれないと思っているんですけど、ええ、やっぱりその4チームあってバットマンも4人いてそれぞれに良さが全然違うんですよ、うん、本当に。だからそこを自分なりの バットマンを出していただいて、はい、あ夜チームのバットマン良かったなとかう違うチームをちょっと見てみたいなという、はい、それぞれのバットマンを出していけたらなと自分の中では思ってます。はいはい 素晴らしいですね。もうね、本当にもう役作りからコスチュームからもね、役にかける意気込みから素晴らしいと思うんですけども、じゃあですね、ちょっとこのオーラのある皆さんでここからちょっとフォトセッションに行きたいと思いますので、はい、えっとちょっとフォトセッションの準備したいと本当にこれ、ね、鳥がこういうですけてせつく鳥がいのある <laughs> あの <laughs> 撮影になると思います。ね、じゃすみません、フォトセッションの準備でえっ、ー、と、はい、皆さんあのスタッフの皆さんお願いいたします。はい。 本当にすご,いしすごいですね、このままフィギュアになっても良いかと思うぐらい素晴らしいですね。はいえっと、どうしますか。じゃまず、えっと、中央から取、はい、っていただくということで、はいえー、じゃ真ん中の方でよろしいですか、じゃははい、お願いします。

じゃあの方はい決めポーズだそうです, <laughs> は,うですはい。 お座りください。あと。今日はバットマンの日ということで、多分世界中のバットマン関係者が見てる可能性があるので。八十二周年。はい、ですから、あのもしかしてジェームズガンさんとかね。ジェームズガン。<laughs> 見てたら。もういい、ねえー、このチームで作りたいって言うかもしれないので。じゃもう世界デビューが。なんとか次のスーサイドスクワット。<laughs> い,やいやいやいや、確かに。えー、<laughs> はい。それでですね、えー、あの実はあの、この。 忍者バットマンズショーってあのサポーターのオンラインあどうぞお座りください大変だと思いますのであの、えー、いただいてましてでいろんな方からです、ね、あの質問とかがあの事前に来ているんですけどもあの生の質問とかも来ているんですけどもそしたらですね、えー、っとちょっとまず最初にどんな質問が来ていますかね事前にいただいた質問とかそれから来ている質問があるんですけどもあそれではですね、えー、っとこれは皆さんになんですけど 今度のショーでここを見てほしいというおすすめのポイントがあればということで、うん、そしたら、えー、室田さんの方から。えそうですねやっぱりジョーカー役との絡みだったりとか私結構あの。はい アクションとかあんまりしたことが今までなかったんですけど、はい、今回初めてこう武器を使ったアクションを初めてやってるので、えー、そこをぜひ注目してほしいなと思いますね,ますねアクションですねアクション挑戦じゃあ,なあのジョーカー,、はい、ー,ーさんはどうですかそうですね見どころ、見どころですか、はい、うん、見どころ うんやっぱりこうねさっきスピさんも言ってたんですけどバットマンってやっぱりこうビランがはあ<え>どんだけ活躍するかでバットマンも引き立ってくるっていうーーうんあの感じなのでなるだけこうバットマンを引っ掛き回してやりたいなとねいうようなところで頑張りたいと思うんでその辺を見ていただけたらなと思っておりますはいテッカーさんいかがですかいや今の嬉しいですね、うん、もうだけどもういなんかいっぱいあるんですよ本当にいろんな はい、ところに注目してほしいんですけどなんだろうなまあ、やっぱりジョーカーとの対決ですかねなんかもう本当に、えー、なんかジョーカーの考えとかその奥底に入っている胸の奥底を自分が何かを動かそうっていうその必死のバットマンもそうですし2人の熱い戦いっていうのが皆様に届け られたら、すごく嬉しいので、そこは頑張りたいと思います。高橋さんのファンを代表して、ちょっと質問なんですけど。はいはい、あの、今回、その、バットマンがブルースウェインの時。はい、素顔を見せるシーンっていうのもあるんですか、ちゃんと。終始いますから、あ、まあ、聞い,聞いちゃいけなかったかな。いや。 あのー、それはお楽しみ。お楽しみです。いいですはい、すみませそうですね、高田さんね、顔を見たいというね、フ、ね、そうですよね。いらっしゃるかなと、こがちょっとお楽しみということで、はいはい、はい、そしたら、あの、安野さん、いかがですか。どこか私は。 やはり室田ちゃんのハーレークイーンと戦うことが多いんですけれどもただね、やっぱ可愛くてちょっとあんま戦いにくいんですよね、そこをちょっともう今のうちから気持ち作っていかなくちゃそこの戦っている姿を美人、ね、プロレスラーとね可愛い,いアイドルが戦うというのもすごい舞台になりそうですね。はい それからですね、えっと、す、じゃ、その、皆さん、まあ、やっぱり、あの、今回、バットマンとかね、やるんですけど。初めて見たバットマンとか、DC 作品ってありますか。じゃ、あの、まあ、七木さん、たくさん見てると思うんで、はい、田中さんはいかがですか。やっぱり、その、あの、声優さんと、あの、よく仕事をさせていただくんですけど <laughs>、はい。今回の。忍者バットマンも、ジョーカー役の。人であったり、はい。あの、キャットウーマン。であったりとか、はい、アレークイーンであったりとか、本当に。ちょっと、お仕事をし。 したことがある方が作品として出ているので、それで拝信したときにまさか自分がバットマン役を <laughs> やるとは思ってなくて、その時に初めてバットマンを見ました。あ<ー>、はい、あ、そう,なんそうなんですよ。じゃあ最近なんやねはい。えどうなん？何のバットマンを見たの？忍者バットマン。あ、忍者バットマン。そうかそうか<ー>、はい。あれはえっと。 声は山田るこいちさんがやってるやつです、はい、ああ、そうかそうか、はい。やっぱりあのいろいろ作品はバットマンであるんですけど、ええ、なんか小さい時に見たこともありますし、ええ、で最近ではもう本当に忍者バットマンがリアルタイムで見ましたね。なるほど。安野さんは何かご覧になりました。も私も本当タイムリーで昨日キャットウーマンを見て。キャどのキャットウーマンやろう。初期のキャットキャットウーマンの映画です。 それ、ハルベリー。ハルベリーのかな。違いますか。あの、キャットウーマンしか出ないやつ。キャットウーマンしか出ない。ねンそうです。ハルベリーですかね。ああ、それですね。もう、それはなかなかね、マニアックですけど。いかっこよかったです。髪の毛切ろうかなと思っちゃいました。本当。そうですね。あの、村田さんはいかがですか。そうですね。私は、あの、ハーレーの役。 があの自分やるってなった時に、えー、いろんなハーレーがあるなと思って、はい、いろんな作品のハーレークイーンを見てたんですよ、えー、あのハーレークイーンだけが出てるものだったりとか、はい、ものによって全くハーレーのキャラクターだったりとかセクシーさが変わってきたりとか、うん、結構ハーレーってセクシーなんですよね。ねなんですけどなんか私がセクシーな役を演じられるのかなっていう不安もちょっとあったりとかしたんですよ。あのー、なんだろう そのセクシーさんになれるように頑張りたいんですけど。あの。頑張ります。でも。そうあれですよね。このライブで、あのハーリーやったのっていうのは、マーゴットロビーか、もろさんしかいないと思うんで。そうですね。そうですね。すごいですね。いや、頑張ります。で、七木さん、いかがです。まあ、七木さん、いっぱい見てらっしゃると思います。けどそうですね。まあ、一番初めに触れたのは、本当に、あのドラマです。ドラマ版ですね。ドラマ版ですね。小さい頃に見てて。面白いなと思いながら、ずっと見てたって感じですね。そこから。 ええー、まあ、ティムバートンですかね。でも、あのドラマ版のね、のシーザーロメロがやった。一番近い感じです。よねジャックニコルソンも、ジョーカー役をやるときに、シーザーロメロをね、ねちょっと参考にしたっていうのを聞いて。そうですね、うんえー。確かに、あの。 さっきおっしゃってましたけどジョーカーって細身なイメージがあるんでうんそうですよね華奢な華奢なねャャですよねでえっと次にいただいて質問でえっとそれぞれ演じるキャラクターと自分の共通点はありますかということでどうですかあの小悪魔を演じる室田さん共通点ありますか小悪魔、えー、小悪魔なんじゃないの共通点そうですね実は小悪魔なんじゃないの <laughs> <laughs> ええー、<laughs> そうだな <laughs> 逆に言うとすごい沙織さんからも私がどうしようとか言ってたそうだねみたいな感じで子供扱いされることが多いんですよ。なので頑張ろうねみたいな感じでされることが多いので逆により近づけるように頑張りたいなっていう思いの方が強いですね共通点よりもそのねハーレーに素晴らしいアドバイスしたあのさん、いかがですか えっと私はもう自分と正反対だなって思うので、だからちょっと一生懸命戦いたいなと思います。なるほど。一生懸命。あれ？嘘です嘘です。ごめんなさい。嘘です。すみません。もう無知とかあの普段も無知振り回してるので。声出してる。でも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 あれですよね。プロレスって引っかえちゃいけないんでしょ？ ダメですね。引っ掛けますけどね。そこがちょっと違います。だから引っ掛けまくりたいなと思います。高川さんどうですか？こうヒーロー演じてみて、なんか共通点とか。いやヒーロー感もないですし、あのプレイボーイでもないですし、いやいやないボーイやんか。いや今日初めて会ったじゃないですか。プレイボーイやん。いやでもなんですかね、その。 な,なんか男らしくっていうのがすごく自分的にも目指してるものであるので<ー>なんかそこら辺が本当にヒーローとして自分が演じる。

さんでした。いやいややっぱブルースね。あの一般市民が食べますから <laughs> そうそうどうですか？成さんジョーク。ま僕はもう本当にそのなんだろうな、すべてを楽しむ男、はい。うんジョーカー、うん、やっぱり僕もやっぱりまああのね、成はよしてるのはやっぱり笑いとしてなので、はい。 笑いに対してこう貪欲なところ、はい、泥臭さを笑いというものの泥臭さを、はいうん、見せていくことによってその背景にちょっと恐怖が見えるなみたいなっていうところを見せるそういうところに魅力を感じたっていうのはありましたね、はい、ジョーカーカ自体にはだからその辺はちょっと自分の中でも見て似てるかなというのは思いました。 皆さんのねトークが素晴らしいので、もうチケ、今3時過ぎたんですけどチケット買いましたっていうのが続々と来ているので良かったですねこれははい嬉しいなあとすみませんちょっとマニアックな質問が来ててえっとこれは竹橋さん結構ロビンは出ますかあらうわこれは気になるねロビンは出ますかってこれは気になるもうだって稽古やってるから分かってるもんねもうこれは分かってないけどめちゃくちゃ出ます。 ああもうロビンマジで活躍するんでお本当に楽しみにしていてください本当じゃ極刑をやるわけねやばいですね本当にそうですねおじゃそれも楽しみやねじゃ楽しみですあとですねあの来てる今日リアルタイムに来てるあのあれでこれ僕いい質問だと思うんですけどバットマンの知識自分全然ないんですけど楽しめますかっていう質問が来てるんですよどうですかじゃこれはじょじゃあのジョーカーからあ そうですねまあ、ショーなので全然ね、ええ、そのアクション見てすごいとか、ええええ、なんか舞台自体が面白かったとかっていうことで、はい、その臨場感を楽しんでいただくのも踏まえて、ええ、めちゃくちゃ楽しめると思いますけどね、ええ、でも,も本当にねこの4人の皆さんで多分ねさっきコウモリ州とかロビーに出てきたらもう全然何にも知らなくても楽しめそうですねそうですね。 だから特にその忍者バットマンの映画を見ないとだめなのかどうなのかみたいなねのもあるかもわかんないですけど全然それがなくても団体でも楽しめると思うのでちゅなくチケット買っていただいて見に来ていただいて面白かったらもう一回見てもらってそれを繰り返してもらってみたいなねでもあれですよねあの子供がが見に来て例えばハーレーとかキャットウォーマンかわいいと思って女の子が憧れたと思って映画見たらえこんな悪い人だったのって思う。<laughs> <laughs> それはそれでねもしかしたらハマるかもわかんないですしでもね本当にいろんなことがありますけどもあとなんか質問とかがあればまあそうですねやっぱりさっき出ましたけどチームごとの一特徴があればとかねいろんなこととかでもなんかこれ一チーム見たら多分他のチームもきっと見たくなるそうですねどういうふうに違うんだろうそ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 う演出がどう変わってるんだろうとか他のチームの色はどんなんだろうとかっていうのが気になると思います ね今、続々と、ね、来ているんですけどもね。はい、ということでですねもう本当にお時間尽きないんですけど、まあね、こなんか本当に今回の,、ね、あの舞台はなんかサプライズが多いみたいでさっき皆さん言ってたんですけど質問でネタバレしたらどうしようって言っていたぐらいなんかすごいてんこ盛りなんでちょっと質疑応答はあのじゃあここであの終わりにしたいと思いますが最後にですねあのもう一度ちょっと皆さんが一言ずつですねあのちょっとご挨拶をあのいただければと思いますのでここまたマイ,クあマイクありますねじゃあ、えー、とこれはですね。 えっとレディーファーストいきましょう。えっ、ー、とじゃあ室田さんから、はい、はい。あとじゃよろしくお願いします。はい。はい。そうですね。今回の舞台あ舞台というかあのショー。 はい、忍者バットマンザショーはあの見ていて本当に誰でも楽しめると思いますし私もこう稽古とかを見ていて、はいはい、自分が出てないシーンでもわーすごいってなったりとかするぐらい本当に楽しめる舞台だと思うのでぜひたくさん見に来ていただきたいなって思いますね夜チームだけじゃなく他のチームもぜひ見ていただきたいなと思いますありがとうございますそしたら、えー、アムロさんあさん、ム、あ、ロ、のー、さん,、あのー、さんいかがでしょうかはい えっと、もう世界中から愛されるバットマンシリーズの忍者、バットマンを私たちが今回ショートしてこう見ていただくんですけれども、私たちももっともっと作品を愛して、そして刺激的な作品を届けていきたいなって思っておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、あ永木さんはい、はい、そうですね。あのー、先ほどのインタビューでもあったんですけど、はい、全くこれまでバットマンに触れてないっていう方。方 でも楽しめるっていうことは、はい、あの言っておきたいそしてこの舞台で初めてバットマンに触れるという方もいると思うので、はい、えどんどん何も考えずに見に来ていただけたらなと思っております。はい 高さんお願いしますそうですねやっぱりこの企画っていうのが本当に何年も前から決まっていたことなんですけど、はい、もう延期延期でやっと開催することができてでもこのご時世だからこそなんかやっぱり不安であったりその、まあ、予防であったりとかいろいろ不安があっていっぱいみんな抱えてるとは思うんですけどす、ね、このご時世に だからこそ、うん、自分たちの熱さであったり思いを届けることがなんか次につながるんじゃないかっていう思いしか自分たちは抱いてなくてそれを胸にもう突き進むことがもう皆様にとって何かに動ききっかけになったらいいなと思って今回最後まで誰一人欠けることなく 開催したいと思っております。そこやね。劇場まで怪我に気をつけなあかんね。はい。いいこと言うね。さすがヒーローやね。また一回お座りで本当にあということでですね。あのそろそろ終わります。じゃこの素晴らしい方々にどうしたら会えるかということでもう一回おさらいをしたいと思いますけれども、忍者バットマンのショーはですね、11月の6日から。 11月30日まであのここにあります。ですね。あのシアターのミクサルあ、ミクサあのミクサウェーブの東京のここのシアターで開演されます。それですね。えー、とチケットは今日のあの3時からもう発売しておりますので、あの皆さんど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 ん買っていただきたいと思います。で、あのチケットはですね。こうしたね。皆さんが。 たっぷり見れるようなあのケあのチケットですねあのプレミアムシートとか<ー>それからエ席テテ<ー>、まあ、とにかく推しの方を見たいという人はこれを買っていただいてそれからこの圧巻のショーを見たいという方はステージビューチケットというのがありますんでのでこれでこう見ていただいて<ー>それからもう何度も来たいけどっていう方はあのスタンダード スタンドチケットですねこう立ちながら見るという、まあ、演劇のねこれ楽しみなんですけどあ<ー>まあこういったですねいろんなチケットのバリーションあとグッズもねついてたりするあるんですねプレミアシートそうですねあのあ区内がついてます七辺さん多分コレクターなんで自分のチケットグッズ付き買うんじゃないかな,い,な <laughs> いや本当に <laughs> ってるんにいやこの区内欲しいな<笑><笑>そう、ね、センスとであのチケットはですねあの e プラスとかローソンチケットとかあとカフェンティーとか楽天チケットとかチケットペイとかでもあのお買い物いただけますので本当に今,今 どんどん買ってます皆さんあ、そうですかはい。買ってます買いました買いましたという事がすごいねありますのでやっぱりこう情報がなかなか出へんかったから不安や不安やったとこもあったんじゃないですかはいつ情報出んねんみたいなですよね本当にもうねあの多分ねあのうまく公演11月経ったら多分大丈夫だと思いますので大丈夫であってほしいあってほしいですねちょっと皆様からねちょっと元気をねもらえるということで え今日は忍者バットマンズショーのえー記者会見ということでどうもありがとうございましたちょっと皆さん登壇者の方にもう一度拍手お願いいたしますありがとうございましたありがとうございました どういう間これどういう間なのちょっとグールオーバルな感じですいやどうもありがとうございますでも本当にね急にジャズっぽいな多分来年ねこの格好のコスプレイヤー増えると思いますいや増えてほしいですね本当にねグッズとかもねあると思いますのではいということでよろしくお願いいたします劇場で待ってますはいありがとうございましたありがとうございましたいや皆さん本番はこの2倍の登壇時間ですからねなんとか減らして あのすいません。拙い伝えであのこれで以上であの終わりです。それで先ほどちょっと私があ謝ったんですけど、特に公演情報とあのチケット情報の方はちょっと確認して、あの書いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。今日は本当にあの雨の中来ていただいてどうもありがとうございました。本当にありがとうございました。